1970年代の選手たちウディネーゼ・カルチョはイタリア・ウーディネを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ A に所属。1896年にソチエタ・ウディネーゼ・ディ・ジンナスティカ・スケールマとして創設された。1950から51シーズンに初めてセリエ A に昇格。1954から55シーズンには ミランに次ぐ2位でシーズンを終えたが、不正行為が発覚したため、カターニアと共にセリエ B 降格処分を受けた。1960年代から1970年代にかけて大半をセリエ C で過ごすなど低迷したが、1979から80シーズンに17年ぶりにセリエ A に昇格。1983年からはブラジル代表のジーコも在籍し、 ファンの人気を集めた。1990年代後半からは、セリエ A の中でも、注位と検討し、1997から98シーズンには、アルベルト・ザッケローニ監督の下で、同シーズンの得点王、オリバー・アビア・ホーフラを要して3位となり、奇跡のウディネーゼと称された。2004から05シーズンは、ルチアーノ・スパレッチ監督の下で4位という成績を収め、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2010から11シーズンから就任したフランチェスコ・グイドリン監督の下で3年連続で欧州カップ戦出場権を得る好成績を収めた。ウディネーゼはプロビンチャに過ぎずジャンパオロポッツォオ,オーナーによる援助はあるものの財政規模は決して大きくない。そのためウディネーゼは外国の若くて 無名の優秀な選手を確保し、育成、その選手を高額で売却することで、クラブ経営を成立させてきた。スカウトは、世界中に散らばっており、1995年のボスマン判決後にこの路線を徹底して推進している。イタリア人プレイヤーの育成を重視して、下部組織を充実させているアタランタなどと異なり、選手リクルーティングの活動範囲を、世界中へ拡大したことが、 現在のウディネーゼ躍進の原動力となっている。国内外より発掘した若い選手たちには、イタリアサッカーに適応する時間と環境の提供を重視している。こうした経営方針から、クラブは多国籍チームになる傾向が強い。育成した巧妙な選手に、オリバー・ビアホフ、マルシオ・アモローゾ、マルティによる厳選、ダビド・ピサーロ、ペア・クロルドルップ、マレク・ヤンクロフスキー、 アサモアギャン、極ハン・インデル、サミール・ハンナ・ノビッチ、アレクシス・サンチェスなどがいる。マヌエル・ジェロリン、エルネスト・バルニエラ優秀なスカウト人が成功していることは安定して注意を確保していることからもわかる。また、監督にとって働きやすい環境づくりに努めており、アルベルト・ザッケローに、ルチアーノ・スパレッティなどの名称を排出している。2009年より、 ポッツォオーナーが出資しているスペインのグラナダ CF と業務提携を行っている。また、2012年からは同じくポッツォ所有のイングランドのアトフォード FC との提携しており、多数の選手がレンタル移籍している。なし2019から20シーズン基本フォーメーションムッソ、イチベカン50エコングゴサミルサンラーセン19、マンドラゴラ38やヤロ8デパウル10セマ12、 オカカナならザーニャ152021年2月1日現在、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。インアウト詳細は、カテゴリー、ウディネーゼ・カルチョの選手を参照。ありがとうございます。